助けて。足がつって、溺れる。大丈夫ですか？今、行きます。お気に入りのビーチで、のんびり休暇を楽しんでいたはずの俺。女性が溺れかけているので、海に入ると、目の前に女性のものと思われる水着が、ぷかぷか浮いてきた。ということは、彼女は今、そんなことを考えている場合じゃない。俺は必死に水着を手に取ると、これ、手渡そうとした。すると、私の水着、返してよ、この変態。と、変態呼ばわりされてしまった。彼女との出会いは最悪だった。しかしその夜、俺を待っていたのはまさかの展開で、今晩、一緒に寝てもいいですか？やっぱり最高だな、海って。雲一つない青空、程よい風と共に照りつける日差し。真っ白な砂のビーチには、穏やかな波がコバルトブルーの海から押し寄せては、ゆっくりと引いていく。その音は、まさに天然のヒーリングミュージックだ。日々の仕事で溜まった悪いものが、体から抜けていくみたいだ。潮の匂いに身を任せながら、お気に入りの缶ビールをぐいっと傾ける。こんな、天国のような休日を満喫している俺は、明日森高継、28歳。本来なら、この時間は会社で仕事に精を出しているはずだったが、都会の喧騒で、疲れた心と体を、海に癒してもらいたくなって、急遽、有給を申請してしまった次第だ。有給、あと何日残ってたかな。まあ、いいか。ここは知る人ぞ知る、穴場中の穴場なスポットだ。たどり着くには、限られた人間しか知らない、ルートを通る必要がある。さらに、陸地からは目視できないほど遠く、小さな離島、ということで、まさしくサボりにはうってつけ。海以外は何もないので、すぐ退屈になってくるのがたまに傷だが、もう何十回と来てるしな。ああ。大あくびをしながら、マットに寝転がっていた体を起こす。退屈しのぎに、漂流物でも探すか、と、波打ち際に向かって歩き始めた、その時だった。ん？何か、水面にぷかぷかと浮いているものがある。空よりも濃い青色をした、布のような。海にザブッと足を入れて、それを拾い上げてみると、え？思わずぎょっとしたのは、それが水着だったから。より詳しく言えば、上半分。女性が胸元を覆うための、ビキニのトップ部分ではないか。なんでこんなものが、俺の他に人はいないはずなのに。どこからか漂流してきたにしては、まるで新品みたいだと。俺が首をかしげると、にわかにバシャバシャと。まるで水面を叩くような音が鳴り始めた。そして、助けて！え？確かに今、人の声が聞こえた。驚いて音がした方に目を向ければ、そこには近場で最も大きな岩礁が。その裏だけ、なぜか激しく水面が動いている。そして再び、一段と大きく、助けてという声が響いた。大丈夫ですか？反射的に、俺は海に飛び込んで、急いで岩礁まで泳ぎ、裏に回ると、突然、白い手が俺の肩をガシッと掴んだ。うわ！助けて、足が、私泳げな。落ち着いて、肩じゃなくて手につかまって、そんなに深くないから。痛い。どうやら足がつって溺れかけていたのは、なんと若い女性だった。歳は20歳かそこらで、長い黒髪を後ろでひとまとめにしている。パニックになりながら、女性は俺の肩を掴んだ手を離そうとしない。やだ、離したら溺れちゃう。大丈夫だから、そっちの手を伸ばして、恥ずかしがってる場合か。彼女が俺の肩を離せない理由、それは、もう片方の手で胸元を隠しているから。彼女が着ている水着のボトムは、濃い青色だった。もうダメ。体力の限界か、女性の体からふっと力が抜ける。この隙にと、俺は
彼女を引っ張りながらビーチまで泳いだ。マットを波打ち際まで運び、その上に寝かせて、あらわになってしまっている胸元には自分のタオルをかぶせてあげる。一体どうしてこんなところにこんな人が？気を失ったままの女性を隣に座って思わずしげしげと眺める。陶器のような真っ白い肌、海水で張り付く髪に覆われていてもわかる。整った目鼻立ち、それにスタイルもかなりいい。どこからどう見てもまるでモデルか女優のような美人だ。ここで女性が意識を取り戻し、目をキョロキョロと動かす。最初は胸元にかけられたタオルにハッとなって、続いて俺を見つけるとぎょっと目を見開いた。あ、嘘、キャー。え？見ないで。私の水着はどこですか？返してください。この痴漢。痴漢？違う。これはさっき流されてきて。いや、来ないでください。あ、ちょっと待った。俺の傍らから水着のトップを奪い返すと、真っ赤な顔で走り出す女性。冤罪を晴らそうとそれを追いかける。旗から見ればまるで変質者のような俺。静かだったビーチはにわかに大騒ぎになった。日頃の疲れを癒すはずが、とんだ休日になってしまったものだ。すみませんでした。それからありがとうございました。助けていただいて。走り回っているうちにだんだんと記憶が蘇ってきたらしい。落ち着きを取り戻した女性はしゅんと肩を落として俺に頭を下げた。それと水着も拾っていただいて。もういいよ、誤解が解けたなら。それよりどうやってこの島まで？まさか泳いできたわけじゃないよね。それが瀬戸ゆいと名乗った彼女は俺に助けられるまでの経緯を語った。友達が運転するフェリーでこの島まで海水浴にやってきた。ところが遊んでいるうちにはぐれてしまい、さらには水着を流されて仕方なくあの岩礁に隠れていた。だが寒さで限界を迎え、ビーチに上がろうと泳ぎ始めたところで、とのことだった。ふーん、ずいぶん腕がいいんだな、その友達は。ええ、でも帰ってしまったみたいで、どうしようかと。大きなくしゃみをして、瀬戸さんはぶるっと体を震わせた。腕には鳥肌を立てて、唇は薄く紫色になっている。止まっていく？え？もう日が傾いてきたし、今日だけ。明日になったら、助けを呼べばいい。こっちだと。俺は自分が今晩泊まる予定の場所に、瀬戸さんを誘導した。少し迷ってから、瀬戸さんはおずおずと、俺の後をついてきて。やがて足を止めると、言葉を失った。すごい。知り合いの別荘だけど、遠慮しないで、どうぞ。ビーチの背後に広がる森。その中に立つ、ある建物の玄関を開ける。一階部分はガラス張りで、リビングにいながら森林浴を楽しめる。二階には、青々とした芝生のバルコニーとプライベートプール。三階のテラスからは、オーシャンビューを一望できるように設計されている。建物を取り囲むのは、どこまでも続きそうなほど、長くて巨大な白壁。そんな、いわゆる豪邸の中へと、俺はためらうことなく足を踏み入れたのだった。お風呂ありがとうございました。俺が貸した服を着てバスルームから遠慮がちに出てくる瀬戸さん。その姿を見るなり俺はドキッと、勝手に心臓が跳ね上がった。サイズの大きなワイシャツから伸びる細くて長い美脚、お湯でしっかり温まったことでほんのりピンク色に染まった白い肌。のぼせてしまったのか、少し息が上がっているのも、また、もったいないかな。え？いや、こっちの話。食事も用意してあるから、適当に食べて。俺はもう済ませたから。え、こんなに、アスモリさんが？ダイニングテーブルを指さすと、瀬戸さんは大きな目を丸くした。その理由は、テーブルにずらっと並んでいる、和洋中様々な料理の数々。
ほんの数十分でこんなに用意したのかということだろう。美味しそう。いいんですか？使った食器はそのまま置いといて、残ったものは冷蔵庫に。ああ。すごく疲れたから、もう俺は寝るよ。あ。何？いえ。何か言いたそうに、瀬戸さんは俺を見たり、うつむいて床を見つめたり、はっきりしない態度に、俺は少々じれったくなってきて、眠気もあって、無理やり会話を切り上げた。寝室は最初に案内したところ、トイレや洗面所は1階でも2階でも勝手に使って、それと用事があるならいつでも俺の部屋にどうぞ。え？なんて冗談だよ。それじゃ。背中に瀬戸さんがぎょっと固まった気配を感じながら、彼女を助けたり、痴漢に間違われたりでクタクタの俺は、さっさと自分の寝室に向かった。そしてベッドに入り、スマホに届いていたメールを確認、そして明日からの予定について考える。これは休暇を延長だな、と。どうせ俺がいなくたって。大あくびをすると、一気に眠気が襲ってくる。遠くで響く波の音、風で木々がざわめく音に包まれながら、俺は目を閉じて、ほんの少しの間、うとうと、まどろんだだろうか。まだ深い眠りに落ちない頃、コンコンと控えめな音が響いた。あすもりさん、すみません。いいですか？ああ、はいはい。今開けますよ、と。寝ぼけまなこでベッドを出て、部屋のドアを開ける俺。ドアをノックした瀬戸さんは、戸惑った様子で入り口に立ち尽くしていた。どうしたの？用事があるから来たんだよね。はい。実は。手足をもじもじさせながら、俺の顔と床を交互に見る瀬戸さん。そして、今晩は一緒に寝てもいいですか？とうとう思い切ったように切り出したのだった。一緒にこの部屋で？はい。こんなに広いお家初めてで、寂しくなっちゃったというか、そう、昼間に溺れたことも思い出して、怖くて眠れないんです。いいよ。え？あまりに俺があっさり受け入れたので、瀬戸さんはきょとんと目を丸くした。そして次の瞬間、みるみるうちに顔が真っ赤に染まって、同時に手足がカタカタと震え始めた。どうかした？入るのか入らないのか。入ります。お邪魔します。ふん、どうぞ。まるで昔のロボットのように、ギクシャクした動きで部屋に入ってくる。その姿に、俺は思わず吹き出しそうになって、わざとにっこり笑うと、瀬戸さんの手首を掴んで、ベッドの方に誘導した。え？一緒に寝るんだよね。俺は歓迎だけど、さ。や！瀬戸さんが短い悲鳴を上げる。俺が突然ぐいっと腕を引っ張り、その体をベッドに投げ出したせいだ。ボスッと背中からベッドに着地した瀬戸さん。そこへ、俺は覆いかぶさった。いや、自分から来たんだろ。一緒に寝てくださいって。つまり、そういうことだよな。私、でも。違うのか？じゃあ、どういうつもりで、この島に来たんだよ。その両手首を掴んで、ベッドに押さえつけながら、俺が耳元で尋ねると、はっと、瀬戸さんは息を飲んだ。どうして？おかしいと思ったんだ。この島までフェリーで来たっていうのも、運転してきた友達とやらが、あんたを置いて帰ってしまったのも。嘘だな、全部。あの岩礁の裏で、俺と接触するタイミングを測ってたんだろ？ああ。うっかり水着を流されて、って部分だけは本当か。あれも作戦のうちなら、あの段階で助けてくださいって、俺に呼びかければいいもんな。こんな回りくどい色仕掛けをしなくても、あんな格好なら、効果抜群だったと思うよ。ごめんなさい。知ってたんだな。俺がアスモリだって。俺がベッドから降りると、震える瀬戸さんは無言で、コクンとうなずく。そして、
真っ青な顔に涙が一筋伝え落ちた。アスモリグループといえば、この国では知らない人がまずいない。IT から介護業界まで、実に幅広く、事業展開する巨大グループ企業。俺は、膨大な数の子会社を束ねる本社のトップ、アスモリ社長の息子。と言っても、後継ぎではない。俺は次男で、将来は三つ上の兄が社長の座を継ぐからだ。要するに俺は、大金持ちの家に生まれたお坊ちゃん。適当に親の会社で働き、いずれ責任ある立場になることもないので、日々ふらふらと勝手気ままに過ごしている。そんな人間だ。だから、俺を落としたってメリットが労力に釣り合わないと思うよ。ろくに仕事もせずサボってばかりで、会社じゃ評判は最悪だし。我が家の恥さらしだって感動されるのも、時間の問題かな。え？資金援助を受けたところで、潰れかけの会社が復活できるとも思えないし、むしろ失敗してよかったと思ったら。どうして会社のことまで？その反応から、俺は自分が掴んだ情報が正しかったことを確認した。彼女が風呂に入っている間、人を使って調べさせたのだ。一体何の目的で、わざわざ、俺なんかに近づいてきたのかを。瀬戸って名前には聞き覚えがあったから、試しに調べさせたらビンゴだった。うちの子会社だよね。株式会社瀬戸不動産は。しかも案の定、経営難で倒産寸前。そんなところの社長令嬢を俺にけしかけるなんて。あいつかな、そんな真似をするのは。お願いします。助けてください。ガバッと体を起こすと、瀬戸さんは床に膝をついた。そして、俺に向かって勢いよく土下座した。高継さんと結婚すれば、会社が立ち直るまで支援してもらえるって、両親が泣いて喜ぶんです。だから、私と。親の言いなりになって、初対面の男に体を差し出すのか？あんたに自分の意思はないの？それは。まあ。俺も似たようなものだけど、父に命令されるまま、大学卒業後は、アスモリの本社に就職した。好きでもない仕事をする日々を、なんとなくダラダラと送って。同僚たちには、コネ入社のダメ次男と陰口を叩かれ、ますます気力を失って、親の言いなりとはいえ、一度は自分で覚悟を決めた彼女の方が、俺なんかより、ずっと立派かもしれない。いいよ、結婚しても。え？ちょうどいいかもな。こっちも、いい加減、鬱陶しくなってたところだから。真面目で会社を何より大事にする兄は、不真面目な俺を目の敵にしている。やる気がないならさっさとやめて、どこへでも好きなところに行けばいい。でなければ、せめて家庭を持つなりして、ふらふら遊び回るのをやめろ。と、世間体を重んじて、チクチク小言を浴びせてくるのだ。だから今回の件も、実中ハック。兄の差し金だろうと、見当がついている。本当ですか？顔を上げた瀬戸さんが、涙に潤んだ目で俺を見つめる。好きでもない男と結婚するのが、そんなに嬉しいのか。親のために人生を差し出そうとしている彼女に、俺は、複雑な気持ちになって。少し、意地悪がしたくなった。そこまでして、ご両親を助けたい？あ、はい。本当に？はい。だったら、協力料は前払いだ。結婚してやるから、その体で払ってもらうぞ。え？絶句した瀬戸さん。その首元まで、きっちり留めたワイシャツのボタンに、そっと手を伸ばす。俺の目的に気づいて、彼女がビクッと体を固くした。ところで、俺は腕を掴んで強引に立ち上がらせた。わかったら、さっさと自分の部屋で寝ること。それと、誘惑する気なら、もう少し格好からどうにかしてきなよ。え、高継さん？もう眠くて限界なんだよ。はいはい、おやすみ。瀬戸さんを部屋から追い出すと、俺はバタンとドアを閉めた。そして、ドアの前でしばらく
行ったり来たりして、やがて去っていく足音を聞いて、ああ、俺だけど、ちょっと頼みがあってさ、ある人物に電話を入れると、今度こそ、ぐっすりと深い眠りに落ちたのだった。キャー!ごめんなさい、ごめんなさい。翌日、俺は一階の騒がしさで目を覚ました。女性の叫び声に、ガシャンパリンと、皿が割れるような音。そこで思い出した。ああ、そっか。俺が頼んだんだっけ。額を押さえながら、二階の寝室から一階のキッチンに降りる。すると、そこには予想以上の光景が広がっていた。うわ、臭い。さすがに火事は起こしてないだろうな。おはようございます、坊ちゃん。顔をしかめた俺に、笑顔で挨拶するのは、俺が子供の頃からアスモリ家で働く、ばあやの勝代さん、70歳。この道、50年以上のベテランだけあって、あたりに焦げ臭い匂いが漂っていようが、床に割れた皿が散乱していようが、平然としている。本日より、瀬戸様、ゆいさんには、私のアシスタントをしていただきます。坊ちゃんのお申し付け通りに。頼むよ。彼女の服も用意してくれたんだね。床に散らばったガラス片を掃除する。今にも泣きそうな顔の瀬戸さんにちらりと目をやる。エプロンの下に紺のワンピースを着ているのも俺が勝代さんに頼んだからだ。今日から使用人として働いてもらうのに、ワイシャツ一枚では目のやり場に困ってしまう。本当にごめんなさい。お料理もお片付けも何のお役にも立てなくて。まだ始めたばかりじゃありませんか。大丈夫ですよ。ゆっくり覚えていけば。シュンと肩を落とす瀬戸さんを勝代さんがおっとりした笑顔で慰める。やっぱり彼女に任せて正解だった。これなら安心して休暇を満喫できると。俺は昨日のアスモリ家のプライベートビーチに向かう支度を始めた。まあ最悪火事になっても平気だよ。本当は俺の家の別荘だから。ここ、もちろん知ってただろうけど。はい。勝代さんと二人で逃げ遅れないこと、それとやっぱり体で弁償してもらうけどね。え、一体何十年ただ働きすることになるかなと俺は笑いながら一人でビーチに向かった。戻ってきた時、別荘が無事に残っていることを願いながら。代々続く瀬戸不動産が倒産の危機に陥ったのは、ここ2、3年かそこらの話だ。生まれた時から社長令嬢の瀬戸さんは、22年間ほとんど家事をした経験がなかった。家計が苦しくなっても、彼女の両親は家事など、自分たちの仕事ではないと固くなに使用人を手放さなかったとかで、ま、その使用人も今はいないことだし、苦労して覚えるしかないよな。昨日散々人に迷惑をかけた分、たくさん苦労すればいいんだ。大変なのは勝代さんだけど、俺がわがままを言うのは今に始まったことじゃないので勘弁してもらおう。いいなあ、やっぱり海は。ビーチに寝転んで、波の音を聞きながら目を閉じる。あまりの心地よさに、うっかり睡魔が襲ってきて。俺はカンカン照りの中、パラソルも刺さずに、昼まで眠ってしまったのだった。まあ、坊ちゃん、そんなに日焼けなさって、昔からお肌が弱いんですから。別荘に戻るなり、プンプンと怒った顔の勝代さんが駆け寄ってくる。けれど、どこにも瀬戸さんの姿は見えない。何か失敗して、ごめんなさいと謝る声や、物を落とすような音も聞こえなかった。瀬戸さんは?ゆいさんは?少し困ったような勝代さんが、俺をリビングに連れて行く。するとそこには、窓際に置いたソファーに腰掛けて、安らかに寝息を立てる瀬戸さんがいた。お疲れになったんでしょう。何しろ大変な半日でしたから。ああ、そうみたいだね。その指から手にかけて貼られた大量の絆創膏。俺が出ていく前は
真っ白だったのに、様々な汚れでいっぱいになったエプロン、そして見るからに疲れたような寝顔。慣れない家事で失敗を重ねて、すっかり疲れ果ててしまったのが一目瞭然だった。もういいよ。このまま寝かせておいて。よろしいんですか？彼女だって、兄貴に利用された被害者だ。勝代さんがいれば、人手は足りてるし、もともと、ある程度懲らしめたら解放するつもりだった。彼女が苦労する姿を見て楽しもうとか、俺にそんな趣味はない。目を覚ましたら、勝代さんが手配してくれるフェリーで自宅に帰ればいい。そう思っていたのだが、いてて。大丈夫ですか？このお薬を塗れば少しは楽になるそうですから。あ、タオルで冷やすといいかも。ちょっと待っていてください。ああ。昼寝から目を覚ましても、瀬戸さんは別荘を出て行かなかった。それどころか、日焼けで前半分が真っ赤な俺の世話を焼くではないか。勝代さんにもらった薬を塗ったり、何度も冷水に手を浸して、濡れタオルで冷やしてくれたり。もう帰っていいって伝えたはずだけど。私が勝代さんにお願いしたんです。高継さんのお世話をさせてほしいって。は？私も、昔はすごく肌が弱くて、日焼けをするたびに、こうして手当てをしてもらいました。両親ではなく、お手伝いさんに。少し寂しそうな顔で笑って、瀬戸さんは風呂桶に浸したタオルを絞った。が、力が弱くて、絞るのも下手なので、ポタポタと水が垂れてくる。座っているソファーも、着ているシャツやズボンもびしょ濡れだ。俺はため息をついて、彼女の手からタオルを奪い取った。貸して。帰れって言ったのは、あんたが予想を超えて役に立たなかったからだよ。この別荘は気に入ってるんだ。めちゃくちゃにされたらたまらない。首だよ、首。あ、明日はもっと頑張りますから、高継さんにも、勝代さんにもご迷惑をおかけしないように。なので、ここに置いてください。どうして？居眠りするほど疲れたなら、さっさと逃げればいいのに。どうしてそこまで頑張るんだ？自分だったら、きっとそうする、と、俺は不可解な気持ちで瀬戸さんに尋ねた。父の会社に就職したのも、就職活動が面倒だったから。職場で少し嫌な思いをすれば、すぐに休暇を取って仕事を投げ出す。そんな人生を送っていた俺には、逃げられるのに逃げないことは理解できなかった。心配しなくても結婚はするよ。ご両親にも伝えればいい。大成功だ。これで会社は助かるって。だからさっさと。まだ、助けてもらったお礼ができていません。は？キョトンとする俺の額に、瀬戸さんはひんやり冷え切った手を押し当てた。うわ。私、海で溺れた時、もうダメだと思ったんです。どんどん体が沈んでいって、22年間の中で一番苦しかった。色仕掛けを命令された時じゃなくて。はい。そんな時に助けてくれた高継さんは、私にとって命の恩人なんです。そんな大げさな。普通に足がつくよ、あそこ。だから、少しでもお役に立ちたくて、それまでは、どれだけ大変でも帰りません。にっこりと、初めて瀬戸さんが笑顔を見せた。額に手を当てたまま、至近距離で微笑まれて、俺はドキッと心臓が跳ねて、みるみるうちに顔が熱くなった。ああ、まだすごく熱い。そうだ、保冷剤を持ってきます。ああ。キッチンにかけていく背中を、俺は熱に浮かされたようにぼーっと見送った。ガシャンガラガラと、冷凍庫から物を落とす音も、キャーッと上がる悲鳴も、どこか遠くの出来事のように聞こえる。彼女が戻ってくるまで、まだ少しかかりそうだ。タオルで顔を覆って、それまでに少しでも冷やそうと思ったが、考えれば考えるほど、やっぱり理解できなくて、まるでオーバーヒートするように、むしろどんどん熱くなっていくようだった。他人のために頑張るなんて、そんな人間、いるはずないのに。翌日の朝、俺は勝代さんに頼んで、
もう一枚エプロンを用意してもらった。まあまあ、急にどうなさったんですか、坊ちゃん。別に、あんまり暇だったから、なんとなくだよ。あまりにも驚かれたものだから、気恥ずかしくなって頬をかく。そんな俺を見て、遅れて一階に降りてきた瀬戸さんも目を丸くしていた。高嗣さん？俺も、勝代さんに家事を習うことにしたんだ。瀬戸さんと一緒に。だから、エプロンを。さあ、それでは始めましょうか。お二人とも、やることは山ほどありますからね。にやっと妙な笑顔を浮かべて、勝代さんが号令をかける。この時俺は、そう言ってもたかが火事だろうと甘く見ていたのだが。さあさあ、お次は洗濯物を干しますよ。坊ちゃんはカゴを持って、私についてきてくださいね。待って、ちょっと休憩を。まあ、だらしないこと。ゆいさんも昨日はお昼まで頑張りましたよ。だって、午前11時を回る頃には、俺はヘトヘトで息が上がっていた。何せ、7時から朝食作りに後片付け。それが終われば次は掃除と、ノンストップで動きっぱなしなのだ。しかも、料理は意外に神経を使うし、そもそも、俺は初めてなので、手間がかかる。掃除をするには、この別荘はあまりに広く、無駄に部屋数もありすぎて。この後はお昼の準備ですからね。パパッと終わらせますよ。いつもより時間が押していますから。冗談だろ。いつもは勝代さん一人でやってるのに。ふふ、コツがあるのですよ。あと50年も続ければ、坊ちゃんにもわかりますとも。50年。こんなことを毎日、50年間も。思わず気が遠くなった俺を、勝代さんが肩を揺らして笑う。言葉にしなくても伝わってくる。たかが火事なんて、もう二度と言えないでしょう、ということだ。頑張りましょう、高嗣さん。一緒にバルコニーまでの階段を登る瀬戸さんが、拳を握って励ましてくれる。自分と同じく、彼女も火事初心者のはずなのに、その姿は、なぜか妙に頼もしく見えた。それから10分以上格闘した末に、俺はどうにか3人分の洗濯物を干し終えた。シーツにシワが寄っている。それじゃ型崩れすると、散々勝代さんにダメ出しされながら。やっと旧大点をもらえた頃には、もはや階段を降りる元気もないほど疲れ果てていた。アスモリのお屋敷では、毎日この倍は洗濯物が出ますよ。私も年ですからね。もう腰やら肩やらが痛んで。それは、いつもありがとう。その言葉が俺の口から自然にこぼれ出ると、勝代さんはとても嬉しそうににっこりと笑った。こちらこそ、坊ちゃんがお手伝いしてくださってとても助かりました。ありがとうございます。ああ、その瞬間、俺の中で大きな変化が起きた。ずしっと全身にのしかかるようなひどい疲労感が、心地よい疲れと、不思議に爽やかな気分へと。これは、きっと達成感というものだ。少し休まれたら、ゆいさんと一緒に降りてきてくださいな。お昼の準備をしておきます。弾むように軽い足取りで、勝代さんがバルコニーを出ていく。すると、瀬戸さんは、風にはためくシーツを見上げながらつぶやいた。綺麗。え？高嗣さんが干したシーツです。シワがピンと伸びていて、とっても綺麗。すごくお上手。あ、偉そうに評価できる立場でもないんですが、昨日の私よりずっとお上手です。そういう瀬戸さんこそ、彼女が干したシーツは、俺よりも端までシワが伸びているように見える。そういえば、今朝は皿を一枚も割らなかった。あの居眠りも、手の絆創膏も、家事を覚えようと努力した証。そして彼女は実際に、たった一日で、大きく成長した。すごいな。今度は俺がぼそっとつぶやいて、そんな自分に驚く。多分、
これが生まれて初めてだったから。誰かを素直に褒めるのも、何かを最後までやり遂げて、こんな風に達成感を感じるのも。兄貴は、きっと俺より上手いよ。何でも器用にこなすし。ダメなんだ、俺は昔から。俺は、アスモリ家の落ちこぼれだ。子供の頃から、勉強もスポーツも苦手で、習い事もすぐ嫌になって投げ出してばかり。名門大学を卒業した兄に対して、俺だけ二流大学をギリギリの成績で卒業と、優秀な兄の陰で、いつしか自分は何をやってもダメだと、何かを始める前から諦めるようになった。同じ職場で働くようになってからも、わざとやる気がないように振る舞った。比べようもないほど差があれば、誰も自分と兄を比べたりしないはずだと。だけど、今だけは、家事をするのは兄貴より俺の方がうまいかも。だって兄貴も家事なんて生まれてから一度もやったことがないはずだから。はい。俺が笑うと瀬戸さんも肯定するように微笑んでくれた。そして、ダメなんかじゃないですよ、きっと。お兄さんにはお兄さんの、高嗣さんには高嗣さんのいいところがあります。勝代さんもおっしゃっていました。高嗣さんは素直じゃないけど、本当はすごく優しいんだって。そんな坊ちゃんが、私は昔から大好きですって。勝代さんが。思い浮かべたら、お腹が空いてきちゃいました。とっても美味しいですよね、勝代さんのお料理。うん。俺も早く食べたいな。手伝いに行くか。はい。笑顔で駆け出す瀬戸さんを追って、俺も不思議なくらいすっきりした気分でバルコニーを出た。長年抱えていた思いにこの時ようやく変化が訪れたから。瀬戸さんの言葉のおかげで。ところが、この日の午後のことだった。夕食の仕込みを終えて、俺たちがリビングで休憩していると、にわかにエントランスから大声が響いた。高嗣くん、やっほー、遊びに来たよ。げ。多分俺は感情が顔に出てしまったんだと思う。瀬戸さんは不思議そうに、どうしたんですかと首をかしげた。どちら様でしょう。お約束の方ですか、高嗣さん。いや、いいよ。俺が出る。出迎えに行こうとする勝代さんを制して、エントランスに向かう。そして、精一杯にこやかな顔で、彼らに挨拶をした。いや、よく来たね、こんなところまで。ほんとだよ。ああ、喉乾いた。とりあえず俺はビールで。あたしワインがいいな。あったりします？お兄さん。あるでしょ、こんな豪邸だもん。突然の来客のうち、一人は大学時代の同級生、船木だ。そして、彼が連れている二人の女性。彼女たちのことは全く知らない。あ、こっちは俺の女友達。海で遊びたいって言うからさ。お、じゃあ、高嗣の別荘に行こうかなって。そしたら朝まで遊べるし。俺が来てるって誰かに教えたかな。聞いてないけど。まあ、お前がいなくても別にいいし、勝手に泊まらせてもらうからさ。うん。俺が絶句すると、船木たちはお邪魔しまーすと勝手に中へ上がり込んでいく。こういうところが昔から大嫌いだった。けれど、俺にとって船木は友達だ。その理由は。あ、ばあさん、まだ生きてたんだ。ビールと何かつまめるもの、適当に出してよ。いらっしゃいませ、船木様。ただいま。困り顔の勝代さんが、それでも俺の友人だからと、丁寧にもてなしてくれる。それに船木は調子を良くして、まるで王様のようにソファーへどっかり座り込む。その左右に座った女性たちも、口々に言いたい放題し始めた。あたし汗かいちゃった。シャワー浴びたい。案内してくれる？では、タオルとバスローブの準備を。ねえねえ、ここ何階まであるの？探検したい。申し訳ございません、それは。ケチだな。お金持ちなのに、いいでしょ？
たかしくん？おいおい、俺のダチ、つまりお前のダチがこう言ってるんだぜ。いいよな、たかつぐ。ああ。以前の俺なら、船木が口を開く前に、いいよとうなずいていたはずだ。ところが今日は、なぜか首が動かない。石のように固まった俺。そのシャツの裾を、誰かが控えめに引っ張った。高継さん、いいんですか？え？勝代さんが困っています。それから、高継さんも、あまり嬉しそうではありません。ご友人が遊びにいらしたのに。ああ。耳元で瀬戸さんが囁いた言葉は、俺の図星を思い切りついた。そうだ。嬉しくない。俺は船木たちが来て、全く嬉しくない。それどころか、今すぐ帰ってほしい。だって船木は。よっしゃ！今日は飲みまくるぞ！なんか音楽でもかけろよ、お前ら。テンションが上がった船木は、ソファーに立ち上がると、ビールの缶を持った手を高く振り上げた。女性たちは、スマホで爆音の J-POP を流しながら、体を振って踊り始めた。三人が盛り上がるほど、リビングはどんどん汚れていく。テーブルには、料理のクズがボロボロと散らかる。ソファーには、ビールやワインがこぼれてシミになる。床はベタベタと、裸足の跡だらけになって。みんな、午前中の俺たちが汗をかきながら、ピカピカに掃除したのに。おっと、あ、悪い悪い。気づかなかったわ。まあ、乾けばセーフだろ。俺の視線に気づいた船木が、濡れたソファーをゴシゴシと手で擦る。それでも俺が無言なので、どうした？と、顔を覗き込んできた。なんだよ、その顔。まさか怒ったのか？そんなわけないよな。だってさ、俺らは、友達だもんな。その一言が、船木から飛び出した瞬間だった。違います。え？一瞬、自分の口から出た言葉かと錯覚する。けれど、それは、俺の隣にいた瀬戸さんの言葉だった。お友達なんかじゃない。そうでしょ、高継さん。瀬戸さん。あのソファーは、高継さんのお気に入りですよね。そんなことも知らず、汚しても平気な顔をしている。そんな人、お友達なんかじゃありません。なんだと？使用人ごときが、おい、こっちを向けよ。こめかみに青筋を立てて、船木が手を伸ばしてくる。それが、瀬戸さんの細い肩に届く。直前で、俺は船木の手を払いのけた。は？触るな。彼女は使用人じゃない。それから、船木。お前も、俺とは何の関係もない。赤の他人だ。は？絶句した船木が、口をあんぐり大きく開ける。船木は、俺の友達、だった。それは俺が、誰でもいいので、自分を認めて欲しかったからだ。兄と比べることなく、俺自身を、すごいと言って欲しい。何の取り柄もないダメな俺と、それを知ってもなお、一緒にいて欲しい。だから、向こうから近づいてきた、船木と友達になったが、結局彼も、俺が持っている金や別荘が目当てだった。それが原因で他人を信じられなくなりながら現実を受け止めることができなかった。瀬戸さんに喝を入れられるまでは。おい、お前の父親は確かアスモリの子会社の下請け企業で働いていたな。そしてお前の会社はその下請けの下請けだ。な、どうしてそれを？そこの二人を連れて今すぐ出て行け。出ないと、アスモリと繋がっている限り、親子ともどもどこまでも追い詰める。うちと無関係な会社に再就職するまで。ああ、そんなものが国内にあったかな。ひ、わかったよ。帰ればいいんだろ、帰れば。顔を真っ青にした船木は、女性たちをせき立てて、エントランスに向かった。最後に、俺に向かって捨て台詞を吐いて。そうやって、親父の力なしでは何もできないんだよな。出せんだよ。こっちから絶交してやるから、後悔すんなよ。さっさと出てお行きなさい。しっし。勝代さんに、
大量の塩をまかれて、船木たちは悲鳴を上げながら別荘を飛び出していった。ドアが閉まる音、バタバタと外を駆けていく音がして、俺はどっと強い疲労感に襲われた。これほど誰かに怒るのも今日が初めてだったから。ありがとうございます、高嗣さん。かばってくれて。床にへたり込んだ俺に、瀬戸さんが心配そうな顔で寄り添ってくれる。そんな彼女の手を、俺は覚悟を決めて掴んだ。え？話があるんだ。二人きりで。もう終わりにしよう。夕暮れのビーチに連れ出すと、俺は瀬戸さんに切り出した。終わり？今日付けで、勝代さんのアシスタントは終了ってこと。迎えを呼ぶから、もう家に帰っていいよ。それって、私が、全然高嗣さんのお役に立たなかったから。いや。俺は首を振って、そうじゃないと瀬戸さんに伝えた。それどころか、十分役に立ってくれたと。いや、違うな。すごく助かったよ。瀬戸さんのおかげで。だから、今までありがとう。高嗣さん。瀬戸さんが日焼けを一生懸命冷やしてくれたおかげで、今日は随分楽だった。瀬戸さんが怒ってくれたから、俺も船木に怒ることができた。それから、瀬戸さんのおかげで、俺は見つけた。瀬戸さんの姿を見ていたら、やっと俺にも頑張ってみたいことができた。こんな俺でも頑張れそうなことを、瀬戸さんが教えてくれた。だから、この島を、別荘ごと売るよ。え？ここは、父さんが成人祝いにプレゼントしてくれた島。だから、俺のものだ。ここを売って、俺は瀬戸不動産を買収する。そうすれば、瀬戸さんは、俺と結婚せずに済む。君を自由にしたいんだ。瀬戸さんの目をまっすぐに見て、俺は自分の覚悟を告げた。経営体制は現状のままで、瀬戸不動産を、アスモリグループから切り離す。そうすれば、兄も簡単には手出しができなくなり、もう瀬戸さんが利用されることもないはずだ。経営不振の問題は、俺から父さんに頼んで、優秀な人材を紹介してもらうよ。父さんの力を借りるのは、これで最後にする。瀬戸不動産が立ち直り次第、俺は、会社を辞めて、家を出るつもりだ。自分の力だけで頑張ってみたいから。だからもう大丈夫だと、瀬戸さんが安心するように俺が笑うと、その途端、彼女の目からポロッと涙がこぼれた。え、そんなに嬉しかった？俺と結婚せずに済んで。違います。私。ポロポロと涙をこぼしながら、瀬戸さんが何度も首を振る。声を詰まらせて、何度も何かを言いかけてはやめる。そして最後に、思い切り声を振り絞った。私、高嗣さんと一緒にいたいです。え？言ったじゃないですか。結婚してくれるって。私、すっかりそのつもりだったのに。涙で濡れた頬を拭いながら、怒ったように俺を睨む。その時俺は、頭をガツンと殴られたような衝撃を受けていた。それは、まさかとは思うけど、俺のことが好きってこと？はい。どうして、どこを？俺はアスモリ家の息子といっても、会社を継ぐ予定のない次男だ。これまでの行いのせいで、人望もないから、重要なポストに就くこともない。だから、兄ならともかく、自分といても何のメリットもないと。混乱しながら、俺が改めて念押しすると。お兄さんと高嗣さんなら、私は絶対に高嗣さんを選びますよ。だから、どうして？私が好きになったのは高嗣さん自身だから。たとえ高嗣さんが社長になったとしても、嫌いになったりしないのと同じように。どこか、ケムに巻くような答え方をして、瀬戸さんはにっこりと笑った。釈然とせず、首をかしげる俺だったが、はっきりしていることもあった。この笑顔を見られなくなるのは、嫌だ。他の誰かが見ることになるのも、きっと、俺は嫌なんだ。
瀬戸さん、ゆいさん、俺と一緒に来てくれますか？その手を取って、ぎゅっと握ると、ゆいさんは驚いたように目を丸くして、それから、ゆっくりと、満面の笑顔になった。もちろん、高嗣さんとなら、どこへでも。そしてこの翌日、久々に出社した俺は、ゆいさんを連れて、一番に、父の元へ向かった。申し訳ございませんでした、社長。まずは社員として、欠勤が続いていた件と、これまでの勤務態度についても謝罪する。島を出る前から決めていたことだった。ふん。まあ、お前の勤務態度については耳に入っていた。さすがに度が過ぎる。何らかの処分を下すべきだという声も上がっていてな。みんなにも謝罪したとして、これまで通り働き続けるというのは難しいかもしれないぞ。はい。法人主義の父が珍しく難しい顔で苦言を呈する。これは相当にまずい状況だということ。だが、それも覚悟の上だ。俺は唾をゴクッと飲み込んで、今度は息子として切り出した。父さん、俺はここにいるゆいさんと結婚したいんだ。何？意表をつかれた父は、一瞬ポカンとほうけたような顔になって、けれど次の瞬間、豪快に笑い始めた。あ、そうかそうか。改まって話があると言うから、一体どうしたかと思ったら。これでお前もようやく一人前だな、高嗣。もしかして父さんなのか？兄貴を焚きつけたのは。人聞きの悪いことを言うな。私はただ、圭一に相談しただけだ。いい歳をして結婚の気配すらない高嗣に、ちょうどいい相手はいないものかと。だが、なるほど。察するに、あいつがお前たちを出会わせたんだな。よかったじゃないか。父も、父そっくりの兄も、こういうところがある。自分で手を下すことなく、ことを自分の思い通りに運ぼうとする。けれど、俺は違う。違う人間になりたいと、今は思っている。あなたには、あなたのいいところがある。と、ゆいさんが言ってくれたから。俺を解雇してください。なんだと？俺が結婚するのは、父さん、あなたの体裁を守るためじゃない。ここにいるゆいさんと、これからも、一緒にいたいからだ。テーブルの下で、ゆいさんがぎゅっと手を握ってくれる。それだけで、俺はいくらでも勇気が湧いてくる。これが、俺の覚悟だ。遠くから応援するんじゃなくて、俺が瀬戸不動産を立て直す。そして、胸を張ってゆいさんと一緒にいたい。俺が自分の力で、俺たちの居場所を守ることで。おお、それは、ここを辞めて瀬戸不動産に転職すると、不動産の知識など何もないお前が本気で倒産寸前の会社を立て直せると？私がいます。答えに詰まりかけた俺に代わって、ゆいさんが声を上げる。これでも、瀬戸不動産の後継ぎとして人並み以上の勉強をしてきた。だから、高嗣さんに足りない部分は私がカバーします。私は今までずっと両親の言いなりでした。両親に言われるまま高嗣さんを罠にはめようとまでして。ですが、もう違います。高嗣さんと出会って自分の言いたいことが言えるようになりました。だから私が両親を説得します。高嗣さんを新社長として迎えてくれるように。え？そこまでは打ち合わせになかったぞ。俺が思わず横を向くと、ゆいさんは、あなたなら大丈夫、とにっこり笑ってくれた。すると父も、わははと大きな声で笑い始めた。それはいい。ただの社員では中途半端だ。行くなら社長として行きなさい、高嗣。父さんまで。それなら逃げ出すこともできまい。ま、根性なしのお前には不可能だろうが、やれるものならやってみるといい。こちらを挑発するように父がにやりと不敵に笑う。それは俺の心に火をつけた。やってやる。絶対に
立て直してみせる。いつか、この会社を追い越すくらいに。よく言った。男に二言はないな。ああ。父と睨み合う俺を、ゆいさんはニコニコと見守っていた。それから。ありがとう。そっと、目元に浮かんだ涙を拭ったのだった。その後、ゆいさんの説得で、俺は社長というのはさすがに無理だったものの、社長と同等の権限を持つ次期社長として、瀬戸不動産に迎え入れられた。ここにも、アスモリのダメ次男の噂は広まっていて、最初は社員たちに警戒されっぱなしだった。そこで俺は、次期社長として、二つのことを心がけた。まずは、何があろうと必ず毎日出勤すること。そして、できる限り、たくさん社員たちと話すことだ。ここで俺は、父や兄にはない力が自分にあることを知った。二人に、社員たちの上に君臨するカリスマ性があるなら、俺には、社員たちと同じ目線に立って、話ができる親しみやすさがあったのだ。優秀ではない自分に悩んだからこそ、彼らの悩みにも寄り添うことができた。俺はゆいさんを先生に、不動産の勉強をする傍らで、徐々に、社員たちからの信頼を集めていった。そして、私がお客様に提供したいのは、一人になれる時間です。かねてから温めていた計画を、社員たちの前で提案した。これは以前の俺のように、現実から逃げて、一人になりたい人のためのビジネス。あえてアクセスの悪い土地を買い、そこに別荘を建てる。土地が安く手に入るので、別荘の価格も比較的安価に抑えられる。道を知っている人が少ないからこそ、誰とも会いたくない人にはうってつけ。そんな売り文句で、アクセスの悪さをメリットにしてしまおう、と。本当に売れるんだろうか。もちろん、社員たちからは慎重な意見も相次いだ。そこで試しに、僻地の空き家をリノベーションして別荘として販売してみた。すると問い合わせが相次ぎ、あっという間に売買契約が成立。俺の提案は正式に採用され、全国各地へ次々に別荘を建てると、それぞれ飛ぶように売れていった。おかげで業績は V 字回復。失われていた社員たちのやる気は復活し、新たなアイディアが活発に提案されるように。その結果、瀬戸不動産は見事に立ち直ったばかりか、売上の伸び率では、アスモリグループ本社も超えるほどに成長したのだった。どうだ、高継。そろそろ古巣が恋しくなってくる頃じゃないか。瀬戸不動産の評判を耳にした父は、それまでノータッチだった俺に連絡をよこした。つまり、自分のところに戻ってこないかと。成長した今のお前なら、うちの社員たちも歓迎するだろう。そうだ、あいつも言っていたぞ。いつか自分が社長になるとき、高継が補佐をしてくれたらとな。兄さんが？それは、初めて兄が俺を認める言葉だった。父も、俺の成長を期待して、あえて挑発することで背中を押してくれたのだった。いつか二人に認めてほしい。ずっと抱いていた夢が叶って、俺は。ごめん父さん。俺はこっちで頑張るって決めたから、俺の助けが欲しいときは、自分で頼みに来ればいいって、兄さんに伝えてくれる？そうか。高継も言うようになったものだな。父は笑いながら、もう連絡しないと言って電話を切った。突き放すような言葉なのに、その声がどこか嬉しそうだったのは、これからもきっと、遠くで俺の成長を見守ってくれているから。そんな気がして、俺は胸のあたりがじんわりと、温かくなったのだった。そして、出会いから3年後、長らく籍を入れただけだった俺とゆいは、俺の新社長就任と同時に結婚式を挙げた。そして新婚旅行先は、あの別荘がある離島。俺たちが出会った場所だ。ゆいが俺のところに来てくれてよかった。あの時は
なんて大胆な真似をする女性なんだって、驚いたけど。水平線に沈む夕日を眺めながら、当時をしみじみと思い出す俺。するとユイは、不意にクスクスと笑い始めた。ねえ、高嗣さん。自分で言うのもなんだけど、あの時の私は、箱入りのお嬢様だったのよ。初めて会う男の人に、あんな風に迫れると思う？一緒に寝てくださいなんて。え？あの時が初めてじゃなかったの。私が高嗣さんと会うのは。そう言ってユイは、驚きの真実を明かした。話は俺が15歳、ユイが9歳だった、16年前に遡る。父が開いたアスモリグループの創立記念パーティーへ、ユイは両親と一緒に出席していた。それが、実は俺たちの出会いだったという。他にも子供たちがたくさん集まっていたわ。気が弱かった私は、退屈していた子たちのターゲットにされて、追いかけ回されたり、髪を引っ張られたり、たくさん意地悪をされて、今にも泣きそうだった。その時に、高嗣さん、あなたが来てくれた。その子をいじめるなら、俺が相手になってやるぞ。俺は、子供たちを一括して蹴散らした。そして、小さなユイに言ったそうだ。パーティーが終わるまで、一緒にいよう、と。あ、思い出した？あの時、守ってくれたお兄さんが、私の初恋なの。他の誰でもなく、私はずっと高嗣さんに恋をしていたの。あなたじゃなかったら、あんなに大胆なことはできなかったわ。そう言って微笑むユイを、俺はきっと一生忘れない。夕日に照らされた横顔は、結婚式でドレスアップした姿以上に綺麗で、俺との思い出を大切に持ち続けた彼女が、愛おしくてたまらなかったから。ユイ、ありがとう。たくさんの思いを込めて、俺は腕を広げた。その中へ、ユイが勢いよく飛び込んでくる。こちらこそ、高嗣さん。自分と出会ってくれてありがとう。自分を変えてくれてありがとう。言葉にしなくても、お互いの思いが伝わってくる。それが嬉しいから、夕日が沈んでも、俺たちはいつまでも抱きしめ合っていたのだった。自分は絶対に変われないと、昔の俺は思い込んでいた。自分を変えられるのは自分だけ、と誰かは言うけど、今の俺は少し違うと思っている。最終的に自分を変えるのは、変わろうと決意した自分自身。だけど、そのきっかけは、他の誰かが与えてくれることもある。だから俺は、どんなに些細だったり、一見とんでもない出会いでも大切にしたい。いずれ壁に突き当たった時、それまでの自分から変身するきっかけをくれるかもしれないから。そして俺自身も誰かのきっかけになれるかもしれない。なれたら嬉しいと思っているから。